ちゃん。こんにちは。はい。はい、ゆたかさん。はい。ちょうど速報入ってきました。ね。はい、トレードです。そうだね。はい、巨人の廣岡選手と、はい、オリックスの鈴木投手、はい、交換トレードということで。まあオリックスの鈴木っていうのは、K 鈴木ね。うん、登録名はね、はい、で、まあ、廣岡、まあ、ヤクルトから巨人に来て、うん、まあ、大型内野手ということでね、期待されてたんだけども、うん、秋広とか、うん、中山とか、うん、門脇とか、うん、いろいろ目処が立ったんだよね、若手の。そうですね、巨人生え抜きのね、うん、でそれで、まあ、巨人の方は何を補強したいかっていうと、うん、やっぱ中継ぎ陣、これを補強したいということで、まあ、思惑が合致したということかな。まあ、オリックスの方は、はい、まあ、内野手の、うん、層が多少薄いかなというところですかね、うん、まあ、セカンドにゴンザレスとか、うん、まあ、全然下手じゃないんだけども、はい、やらしてたりだとか、うん、まあ、頓宮がね、うん、ファーストやってたりだとか、うん、まあ、その時に守備固めだとか、はい、まあ、そういうこともあり、またなんていうの、まあ、パリーグには左の優秀なピッチャーも多いからね、うん、だからそういう意味では、まあ、右の長打の打てるバッター、うん、割と使い勝手な、うん、使い勝手のいいね、はい、まあ、廣岡なんかは、まあ、最適かなというふうに、うん、だから非常に思惑通りの、なんかすっきりしたトレードかなっていうような感じがするよね。なるほど。なんか、うん、なんか特に、あ、これはお互いが必要としての、あ、もちろん必要としてるね。チームとしても、おのおのの選手としても、これは新しい新天地で活躍が期待されるかなというようなトレードでしょうか。まあ、そうだね、うん、まあ、広岡なんか関西出身だし、うん、だからそういう意味ではなんか地元に帰る感覚で、うん、なんかいいのかなっていうような感じもするし、うん、まあ、中島監督も思い切って使う監督だけにね、はい、だからチャンスは多くもらえるかなというね、うん、まあ、今年廣岡は先頭打者ホームランを打ったりだとか、そうですよね、うん、活躍は見せてたから、うん、だからまあチャンスをもらえる方がね、うん、まあ、絶対いいし、うん、いいのかなという感じはするけどね、うん、あとは K 鈴木の方、はい、ね、中継ぎ陣、うん、非常に巨人は苦しんでる、うんうん、だからチャンスはすごく多くもらえると思うけどもね、はい、まあ、ただね、うん、オリックスの投手のメンバー、はい、ブルペン陣に仲間入りするっていうのはやっぱ大変だったと思うよ。そうそうたるメンバーがいるしね、うん、でもそうじゃなくて K 鈴木っていうのは俺が見た感じでは本当に力も持ってるし、うん、ボールの角度そういったものも非常にいいしね、力もあるしね、うんうん、だからそういった意味ではなんかすごく多くもチャンスもらえるけども、やっぱ取っかかりだね、うん、ピッチャーってやっぱり最初にやられると精神的なダメージがすごく大きいんで、うん、まあ、野手はね4打席ノーヒットでも1本のヒットから変われるっていうことあるけど、だからここら辺やっぱこう慎重に使ってってほしいなっていうのがね、うん、まあ、ただ救世主になると K 鈴木の名前っていうのは巨人でグーンと上がるから、うん、これもまたチャンスだよね。これ先発中継ぎどちらもできるみたいな話あるけれども、そうそうそう、うん、これは巨人の中では中継ぎ、いや、もう中継ぎということですかね。そうだね、中継ぎだね、うん、これは中継ぎでやっぱこう瞬発的に力を出せるピッチャーでもあるしね、でロングってなるとやっぱ力をセーブするんで、はい、うんうん、鈴木の良さっていうのは消えるかもわからないけども、うん、だけど瞬発的にこう1イニングだとか、うん、そういうことで出していければまあ本当に力あるねピッチャーだし、うん、だからこれは本当に楽しみな、交換トレードだと思うよ。うん、ね、廣岡選手もただただ驚いているっていうようなね、率直な気持ちをね、言われてますけれども、ただ、うんうん、まあそら驚くよねで自分も一番に入ったりとかしてチャンスをもらえてたわけだから、うん、ついこの間までね、そうそうそう、だからもう一回一軍に上がろうとかね、うん、まあいろんな思惑があってやってたと思うけども、でもね本当にチャンスだよここは、うん、まあ、オリックスっていうチームは割とこうわわわわやる方だし、まあ、広岡の性格には合ってんのかなっていう、大阪のね、土地柄、大阪の土地柄も含めてね、うん、でヤクルト出身だけに、うん、ヤクルトの中も大体そういう感じ、わわわわ
だからなんか巨人は紳士たれみたいな、うん、まあ、そういうちょっと厳かな感じがあって、まあ、オリックスっていうのはもう勢いを今持ってるしね、わわわわやるタイプだから、うん、まあ、広場ってどちらかというとそういうタイプだし、うん、まあ、チームカラーに合うかなっていうね、ちょっと伸び伸びできる感じですかね、まあ、そんな感じだよね、イメージとしては、うん、それと鈴木はあれだけの投手王国にいるわけ、いたわけだから、はい、だからその東証王国でどういうふうな競り合いをしたりだとか、うん、どういうところに磨きをかけるとか、うん、でああいうふうになっていったっていうのをやっぱこう伝授していってほしいなっていうのがあるよね、うん、あんまりチャンスを K 鈴木って多くはもらえなかったけども、うん、あの投手陣をねの中でチャンスをもらえるっていうのはやっぱよっぽどだと思うんだよ、うん、だけどその中でも少なくてもチャンスをもらえたっていうのはやっぱよっぽどなんだよ、うん、結構いいものは持ってんだよね、だから自信を持ってやっぱ投げてほしいなっていうふうに思うよ ね、まあ、ね、巨人としてはね、ここのところあの中川投手とか、はいはい、平内投手とか、はいはい、またこうどん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 こうリリーフ陣を強化しているっていうようなところがあっての、うん、このトレードっていうとまたさらに一つ、うん、やっぱりね、うん、休んでたりだとか、うん、あの故障明けだとか、うん、やっぱ信用できないんだよね、投げてみなきゃ、うんうん、いやもうパフォーマンスが完全に戻ったっていうんだったらそんなこともないけども、うん、やっぱ投げてみなきゃわからないっていうとこから、うん、まあ K 鈴木はね、今年も頑張ってやってるし、うん、だからそういう意味では非常に頼りになる、うん、また経験も深いしさ、うん、経験もあるしね、だからそういう経験を生かした活躍ができるといいなっていうね、うん、まあ若手の名古屋とか、うん、そういうピッチャーも最初良かったけどもやっぱり一つやられるとちょっと精神的なダメージがあってちょっと回復力が遅いという、だからそういうことを考えると K 鈴木なんかはやっぱ打たれ強いと思うよ、うん、やったらやり返そうっていうようなね、そういう気骨を持ってるし、だから非常に楽しみだなっていうふうには思うけどね、こう精神的にタフな面とか、まあ、あと、ね、オリックスってここ強いチームで来てますから、そういうチームでの経験っていうのはやっぱりすごく生きますかね、だからそれは絶対生きるよね、うんうんうん、だからそういった、まあ、巨人が弱かったわけではないけども、うん、やっぱ成長という意味ではね、うん、少し時間がかかるような選手も多く抱えてるし、だからここら辺で経験のあるそういう鈴木を取れたっていうのはね、非常に楽しみだよね、うん、これ、うん、両者にとって初めてですかね、リーグが変わるっていうのが。ああそうだね、うん、これっていうのはまたどうなんですか、まあ心機一転いいのかなっていうような気もするけどね、うんうん、で広がなんかは、うん、まあ言えばどこでもできるから、サードもショートもセカンドもファーストもチャンスを持ってる選手だけにね、うんうん、やっぱ素質的にはすごく大型内野手ということで、うん、ホームランもうまくいったら20本を絶対打てるというようなね、うん、そういうパワーも秘めてるし、うん、だから本当にきっかけさえつかめば、うん、開花しそうなね、うん、まあそんな広岡だよ、うん、だからオリックスは本当にいい選手を取ったなって、それはね、巨人にいたら岡本いる、坂本いる、吉川いる、うん、中田いる、チャンスがないよ、なるほどね、うん、うん、でね、守備固めに行くって言ったってみんなうまいから、ね、うん、でやっぱりオリックスの方は右の方向、頓宮がやっぱファーストの専門家ではないし、ゴンザレスもいろんなところができて下手ではないけども、うん、やっぱそのあうんの呼吸っていう風に考えると、やっぱ日本人同士で紅林と組ました方が二遊間はいいのかなとかね、うんうん、でまあ胸なんかも少し休ませた方がいい時もあるし、うん、で左ピッチャーの時は広岡を使うとかね、うん、だから本当にチャンスは広がってるんで、もうここチャンスというふうにね思ってね、うん、まあ行ってほしいなって思うね。なるほど、はい、ね、広岡選手は26歳、はい、K 鈴木投手は29歳、2人ともまだ20代ですからね。まあそうだね、うん、まだまだ ね、まあ、広岡なんかは、うん、レギュラーを取れるチャンスが来たということだよ、それも日本一のチームで、うん、それとジャイアンツに来た K 鈴木は全国区になれるということだよ。そうですよね、ジャイアンツのね、はい、ジャイアンツそこで活躍して、ね、K 鈴木大勢、ね、8回9回完璧みたいなことになれば、もう K 鈴木の名前グーッと上がるし、株上がるし、うん、もう言うことなしだよ、うん、
ね、まあ、そのぐらい夢を持ってね、まあ、やってほしいなっていうふうに思うけど、まあ、このじゃあトレードに関して豊さんはもうチームにとっても選手にとってももうプラスの要素しかないなっていう、まあ、そうだね、本当に考えられた、うん、まあ、本当に冷静に考えてね、突貫工事でやってるわけじゃなくて、すごくいいトレードだというふうに思うよ、うんうんうん、お互いにチャンスもあるしね、絶対に、うん、でお互いのないところをこう埋められたというね、うん、そういうトレードで、なんかパッと見た時にトレードをね、うん、あ、すっきりしたというか、あ、両者頑張ってほしいなっていう、応援するよみたいな、そんな感じで受け取れた、はい、はい、なんかすっきりしました ね活躍を期待してます、はい、ね、頑張ってください、はい。